MC を務めます北本千奈美です。よろしくお願いします。ラフラボ MC のアートプロデューサーの四季です。よろしくお願いします。そして今回は8弦ギタリストマサトゥーンさんからのご紹介です。特殊弦楽器デザイナーのキヨさんです。よろしくお願いします。キヨです。よろしくお願いしま す。それでは初めにこの番組の番組を簡単に説明します、はい、ラフラボは芸術をラフに楽しく身近に感じてもらうことをコンセプトとし、ゲストに幅広いジャンルよりアーティストさんを迎え、作品の紹介、制作や活動に関する質問やプライベートのお話など、さまざまなお話を聞いていく芸術応援バラエティーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけども、企業さんから自己紹介のほどお願いいたします。はい、私は特殊弦楽器デザイナーというちょっと変わった肩書きなんですけれど、まあ、そういった方々であの活動している、まあ、ギターとベースのデザイナーをやっています。普段は、国内ではあの美術館に展示だったりとかカフェに展示をしているんですけれど、まあ、それ以外にも、まあ、周りからそのデザインしてほしいっていう国内外のお客さんから、まあ、デザイン依頼を受けて、あのギターやベース の、あのデザイン設計をしているっていうところですね。でそれ以外にも、はい、あのギターやベースのパーツをデザインしたり、あとは、まあ、それに関する技術書類っていうんですかね、そういうのもいろいろ作成して、あの公開したりしています。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こう今言葉だけじゃね、ちょっと皆さんもこうイメージしづらいかもしれないですけど、本当ね、こう多弦ギターというか多弦楽器、弦楽器っていうんですか、あれもうすごいですから。現物も僕実際にその今回紹介させていただくの11弦ギターでしたっけ、11弦の楽器だと思うんですけど、はい、もう大きさも多分相当でかいと思うので、相当大きいです。はい、後ほど、はい、紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ね、キーオスさんはそのマサトゥーンさんとはどのようなご関係つながりだったんですか？あ、そうですね、それも、展示が最初きっかけだったんですけれど、あ、まあ、3年前に、前展という、まあ、公募展があるんですけれど、まあ、それが東京都立美術館で開催されて、まあ、たまたま縁があって私のギターも展示させていただくっていうところになったんですね。で、まあ、そこでツイッターとか SNS で告知をしていたところ、まあ、マサトゥーさんの方から楽器を見たいんでぜひお話も聞かせてくださいというところで、まあ、私もちょうど在留予定だったので、まあ、そこで出会っていろいろお話しして意気投合したといったところになりますね。あ、なるほどなるほど。じゃあもう運命的な出会いですね。あ、もうかなり運命的ですね。ですよね。結ばれるして結ばれたという感じです。いや本当そうですよね。はい、あ、そうなんですね。そこからまたこういろんな世界が広がっていくとか、ミュージシャンの人とつながったりするとまた違ったりしますもんね。そうですね、本当にマサトゥーンさんからもいろいろ教えてもらうことが SNS とかでいろいろあったりして、で、まあ、彼とは一緒にライブとかもやったりしてる仲なので、いろいろ、はい、親交は深いですね。ああ、そうなんですね。キヨさんもこうじゃあ弾かれて実際にステージに立たれる？私も、はい、演奏はしたりしますね。いやね、見たいですね、そのステージングも見たい。あるの聞いて、どちらも、ね、どちらも好きなんですけど、聞くのも作るのも。そうですね、まあ、どちらかといえば作る方がではあるんですけれど、はい、やはりまあ、見た目がちょっと派手な楽器なので、どういう音がするのかとかどういう弾き方するのかっていう結構質問でいただくことがあるんですね。なので、まあ、そういうのを YouTube の動画だったりとか、あとはライブとかでちょっといろいろ見せられたらなっていうふうに考えてます。そうですよね、聞いてなんぼなんですかね。聞いてなんぼのギター。まあそうですよね。ラフラボカメラの中心からずっとぐるっと回れるように見えるやつで、むしろこれがあるからこそより展示会に行ってみたいという方も。で、キヨさん、そのギターデザインをし始めたきっかけっていうのをお聞きしたいんですけれども、どういったきっかけでそのデザインを、はい、あ、わかりました。デザインを始めたきっかけなんですけど、最初ギターを弾き始めたのが中学校の時なんですね。で、その時は独学でやり始めたんですけど、どうしてもやっぱり全然演奏がうまくならなくて、まあ、挫折をしてしまったというところなんです。で、そこから、まあ、元は絵が結構得意な方だったので、まあ、自分の持っているギターの絵をひたすら描いて、あとは、まあ、ちょっと形が斬新なものだったりとか、そういうところを派生させて描いて、まあ、その自分専用の
SNS っていうんですか、ね、見るだけのものなんですけど、うん、そこにまあいろいろ投稿していったところなんです。でそこに高校の終わりぐらいにアメリカ人のおじいちゃんから急に連絡というかメッセージが来まして、You のデザインめっちゃクールっていう感じの英語がすごい。そうなんです。最初ちょっと初めてそういう絡みだったので、まあちょっと冷やかしかなっていうところかなって思ってたんですけれど、まあそこからまあ連絡がまた途切れて1年ぐらい経った時にですね、You のデザインクールだから実際に作っちゃったよっていうところで連絡がまた来まして、写真と一緒に送られてきたんですね。なるほど。なんかもう某事務所の社長みたいな感じ、ね、ナチュラルに言う。こんなクールな人が世の中にいるんだっていうところで、おじいちゃん、あ、そうです。あ、もうその時でもう70歳ぐらいのアメリカ人のおじいちゃん、おじいちゃんが SNS を見て、はい、そうなんです。すごいですね。それもそれで、こんなかなりインターナショナルなつながりができてるとはって当時思ってまして、でその後まあギターを実物を送ってくださいまして、そこでまあこんなデザインのものが実際に作れるんだっていうことを初めて知って、でまあその届いたものも SNS にやったりしたらやっぱり結構反響をいただきまして、そこからまあデザインを本格的にやり始めたっていうのがきっかけですね。じゃあもう本当中学生の時とか高校生の時のその少年の夢というか、はい、想像イメージをの落書きじゃないですけど書いてたものが現実になっちゃってってことですよね、はい、あ、そうです。あ、なるほど。だからみんな惹かれるのかもしれないですね。自分たちがこう思い描いてるとか夢であったものが現実に具現化されてるっていうのが清原さんの、ね、はい、ギターだったりするってことですもんね。あ、そうですね。もう本当にこのつながりがなかったら多分今もやってなかったかもしれないですね、こういうことは。うん、身近にでもそういう人がいて、その人、まあ、おじいちゃんがそれを拾ってくれて、それを作るところまで、ね、やってくださったんですもんね。そうですね、はい、すごい。それはもう羨ましいというか、ね、その全員がもう羨ましい。大人が近くにいるっていうのはすごい、うん、だから今があるし、はい、あ、すごいな。すごいですね。国またいでますしね。うん、そうですね。しかも楽器のデザインだけをやってる人って日本国内ほとんどいないというか、そういう話を聞いてまして、基本的にはまあ作るその職人さんがデザインして実際作ってしまうっていう流れなんですけど、確かにそういうイメージありますね、はい。うん、私自身はその制作自体は一切やってなくてですね、ずっともう図面だけを作ってる人なんですけれど、まあ、そういったところを海外の人や国内の人と共有できるって結構今までやってる中で斬新なことなのかなって思ってますね。だからここまで斬新になれるんだなってすごい納得したというか、多分作る人間だとここはちょっと面倒くさくなっちゃうからとか、これはもう考えてると不可能だからとか言ってちょっと抑え込んでしまったり、うんうん、その技術っていうものを、ね、鵜呑みに、その技術自体を、ね、確かにちょっとフィルターかかっちゃうよね、発信してしまったりとかもするから、うん、それを超えた発想っていうのができるっていうのは、うん、いや、すごい。だからこんな斬新なっていう、まだこれから皆様にお見せできると思うので、斬新なね、ギターになるんだろうなっていうね。いや、なんかちなみちゃんめっちゃいい感じに作品の紹介への流れが今できたのでありがとうございます。作品の、はい、紹介をじゃあさせていただきたいと思います、はい、皆さんに見ていただきましょう。はい、そうですね、はい、それでは皆さんに作品を見てもらいながらお話を聞いちゃいましょう。はい、まずはこちらヴィーナスです。あ、これね、曲線が美しいですね。ありがとうございます。あ、もう見た瞬間にちょっとその元バンドマンとしてなんかちょっと変なドヤ顔しちゃいましたけど聞きたいなと思ったら、この つまみの量半端ないじゃないですか。そうなんです。自分でもどれがどの機能なのかっていうのを時々忘れてしまうので、自分で作ったアンチョコを見て、あ、これ何の機能だろうっていうのを見たりするんですけど、あ、ちゃんと機能は一つずつちゃんと、あ、一個一個ついてますね。はい、それはどっち専攻なんですか？デザイン専攻なのか技術専攻なのかって、むしろその多分普通のが来て2個か3個ぐらいのイメージなんですけど、それ以上にたくさんついてるってことは、こうもっとやれることを増やしていったっていう感じ。まさに、はい、でデザイン専攻なんですかね。これはそうですね、デザイン専攻なんですけれど、まあそのいっぱいつまみがついてるのは基本的にその音を拾う磁石が
あのエレキギターとかベースにはついてるんですけれど、だいたいつまみを1回全部回すと全部の1弦から例えば6弦まで同じ音量が同じ音量で上がっていったりとか下がっていったりっていうのが普通なんですね。だけど、まあ、自分の楽器ちょっと弦がたくさんついてるので一本一本あの音量を変えたいなっていうことを、すごい面白い、そういう思想で、自由度がすごい、そうなんです、一個一個にそのマグネットピックアップをあの全部弦ごとに設置して、まあ、それに対する音量のつまみをつけているっていう。そういうアイディアも企業さんのデザイナーとしての仕事というかデザインしてる上で出てくるアイディアなんですか、それともやっぱこうなんていうんですかね、製造する過程での打ち合わせというかコミュニケーションで、ああじゃあちょっとつまみ増やしても面白いかもっていうのが出てきたりするんですか。あ、そうですね、両方ありますね。やっぱりその自分のデザインの中で あの提案っていうところと、あとやっぱり向こうの職人さんとして あの提案っていうのを織り交ぜて、まあ、こういうことができるんじゃないかっていうのをいろいろデザインの中に入れたりしてます。でもその発想もやっぱそのつまみがたくさんあるっていう前提がないと増やそうってならない、多分職人さんだととはならない、ね、うん、なんかそれが面白みですよね、やっぱこのデザインになるというか、うん、そうですね、結構ロマンばかりを求めてるんで、いや本当ロマンが詰まってますね、本当にそう思います。すごい。もう他の楽器もそうですけど、このヴィーナスのこの作品に関してもどうやって持ってどうやって弾くのって思っちゃうよね、これね。うん、あ、そうですね。これはもう普通に肩掛けで。そうですね。これはもうあまりにも重すぎてですね、あの椅子に座って弾くあの着座専用のギターになるんですけど、着座専用のギターなんですか。とてもじゃないけど担げないですね。あ、13キロ4キロぐらいあるんで。やばい、肩が砕けた。大きさ的には大きさ的にはだいたい高さ140とか150弱ぐらいですかね。ちょっと小柄の女性、そんなあるんです。結構大きいですね。ちょっと小柄な女性ぐらいの高さじゃないですか、ね、そうなんです。これ自体がそれだけじゃ分かんないぐらいですね、これは。そうなんです。よく最初に SNS であの結構話題になったのがこの青いあのベースで、で最初のその展示したのもこの青いベースなんですね。なるほど。で、まあ、SNS 上だと正直あの現実味がないので、あのイラストレーターで作ったんじゃないかとか、まあ、そういう噂っていうんですかね、神話説がちょっと流れ始めたんで、まあ、実際にそのまあ、見てもらうっていう意味でも、まあ、美術館で展示する企画っていうのはいいのかなと、はい、確かに確かに。いやもう本当にファンタジーの世界ですもんね、見てるだけだと。ずっと画面で見るとそうですよ、ないんじゃないのと思っちゃいますもんね、こんなのって。この知らないあのその世界、やっぱあんまり知らない人と、やっぱあのシキさんとかやっぱギターやられたりとか、知ってる側って知らない側だと、あ、こういうものもあるのかなぐらいの感覚でちょっと見てしまって、うん、逆に、うん、あのこういうもんなのかみたいなでもあるんですけど、やっぱあのよく知ってる方は何これっていう感じなんですか。うん、そうだよね。しかもこのちなみちゃんが、あ、こういうもあるんだって思った時に、普通の見た時に逆にびっくりするだろうね。6弦のギター、こんなと、こんなもんなのと思っちゃう。あ、そうかもしれない。触れすぎちゃうとこっちに。そうなんです。すごいっすね。じゃあちょっと次の作品ももうどんどん見てみたいんで、はい、紹介お願いします。続いての作品に行きます。はい、続いての作品はこちらです。こちらはウルという作品になります。はい、ウルですね。だわ、これはもう、そうですね、まあ直近の作品ですね、一番。あ、そうなんですね。そうです、あの具現化された直近の作品で、まあこれもありとあらゆるあの要素を詰め込んであるんですけれど、まあ特徴的なのは、まあ真ん中のフレットっていうその音階を決めるため あの鉄の棒みたいなのがたくさんあの打ち込まれてるんですけれど、基本的にあのまあ直線なんですよね。直線であの平行に打つのが打たれてるのがまあ一般的なギターなんですけれど、まあ今回はグネグネに混じっちゃおうっていうところですね。これってフレット押さえたらちゃんとそこのフレットになるんですか。そうなんです。音は、あのなるんですかこれ。すごっ。 あ、じゃあそれが計算されて弦の引っ張りの長さが違うってことなんですか。あ、そうです。それぞれのスケールがあのちゃんと、なるほど、めちゃくちゃ面白いこれ。それ、可能なんですね。そうなんです。もうやれることはやっちゃおうっていうところで
やってました。いやすごい、いや本当にまさにコスモって感じですね。ありがとうございます。歪んでますもんね、次元が。そうなんです、もうグネグネですね。いやこう、あ、そうそうだって、ため込みになっちゃった、すみません。そうびっくりしすぎて。なるほど。なんかこういうこうデザインの方法とか考え方とかこだわりはあるんですか？そうですね、私が結構その大学で専攻していたのが自然系なんですけれど、元からその植物とかあの地形とかが見るのが好きだったので、まあ、よくあの時間があるときはあの街中でそういうところを散策してるんですけれど、まあ、そういう自然な曲線とかをちょっと求めてあの行ってるっていうところもあって、まあ、そういう形とか造形を見て、あ、こういうのかっこいいなっていうのを、まあ、楽器の中にちょっと取り入れてみるっていうので、まあ、ちょっと形の要素として取り入れたりしてますね。なるほど。へえ、すごい。まあ、よく見ていただくと結構丸くなってるというか、 あんまり鋭利なところがないっていう。そうですよね。そうですね、うん、曲線美が綺麗に出てますもんね。あ、そうですね、そこはまあ少しこだわりとしてやってるところ、うんうん、まあそれがこう自然的というかナチュラルな形というか、はい、そうですよね。絵描くは出ちゃうとどうしてもあの人工的な形になってますもんね。そうですね、デザイン的に、はい、あ、これ本当はもうトランスフォームしそうですもんね、なんか。そうですね、あの分解できるんでこれ自体は簡単に。分解もできちゃうんですか？はい、分解できます。え、パーツの組み替えみたいなのできたりするんですか、これ？あ、できますね、あの色に違うマテリアルをつけることもできますね。カスタムできちゃう。そうなんです、あのネジ止めにしてるので、あの取り外しが一応できるんですね。やばいそれ。それのそのカスタムするパーツもご自身で制作されたやつってことですよね。あ、そうですね、はい、また種類として別にある。はい、種類として別にあったり、あとは、まあ、楽器って結構繊細なものなので、あのよく修理出したりとか、うん、あの見たりしないんですけれど、まあ、そういうのもちょっとやりやすくするようにあえて外しやすくしてるっていう。ああ、なるほど。それも確かに確かに。ちゃんと機能性も考えて、普通のところに修理出すことも考えて、うん、あ、そうです。ちょっと普通の職人さんがびっくりしたんで。そうですね。で、それも。でもこの状態渡してもびっくりしますよね、絶対。あ、そうですね。最初にまず腰抜かされちゃいます。ですよね。お返ししますね。これは肩掛けができる感じですかね。ストラップがついてそうに見えるんですけど。あ、そうですね。これは肩掛けが可能ですね。はい、ただでも重いのでせいぜい、そうですね、3分間ぐらいですかね、立ってられるのは。それ以上はちょっとしんどいですね。なるほど。やっぱ多弦ギターって基本的にはこう座って弾くっていうのがメインだったりするんですかね、重量的な問題も。そうですね、あの最近はそのヘッドがついてないヘッドレス、まさに今、うん、マサトゥンさんが使ってるような8弦ギターとかは、あ、はい、あの取り回しがすごく良くて軽いので、あのストラップつけてあの長い間あの立つことができると、ちょっと私の場合はちょっと違う方向に行ってしまったので、うん、まあもう本当に着座せんように。そうです、うん、今そういう感じになってますね。へー、あー、でもこれやっぱ、これは大きさどのぐらいなんですか？これもまあ150ぐらいありますね、全長で。これもよくあの、そんなに大きいんですか？そうなんです、これだけ大きいとどうやって運搬してるのって言われるんですけど、あんまりその車とか使わないで、だいたいあの肩掛けバッグとかに入れて入れられるんですか？肩死んじゃう。肩、だいたいあの帰ってくる頃には肩が1センチぐらいへこんでますね。いいですか？はい、あ、今日も仕事したなと思いながら。いい筋トレですね。すごい。持って3分しか経たない、もなんか立つのが3分しか持たないギターを持って運ぶっていう。あえて持っていくという。いやもう、まあ、そこはちょっと男気感じますね。スポーツですね。持っていくっていう。持っていきたくなりますね。ちょっと次の、どうにかするっていう。そうですね。じゃあちょっと次の作品も、はい。はい、じゃあ次の作品。はい。こちらになります。バルト・アイン・ザーム・カイト。あ、はい、あります。ちゃめちゃよく言えました。ありがとうございます。難しい単語。バルトアインファームドイツ語ということで、ね、ドイツっぽくね。いや、これはもう工作もうめちゃくちゃかっこいい。 ありがとうございます。これ自体は一番最新のデザインなんですね、うん、去年あの完成させたデザインになるんですけれど、うん、やっぱこう、はい、背面へのこだわりっていうのも
すごいあるってお聞きしたんですけれども、この作品はこう、はい、まあ、写真見ていただいてこう裏面も出てるということなんですけども、はい、裏面と表面のそのこだわりの仕方といいますか、はい、どういったところのポイントをこだわって制作するんですか？そうですね、一般的なギターは大体表面に重きを置いてるっていうんですかね、うんうんうん、大体裏面は結構まっさらなものが多かったりするんですけれど、まあ、私の楽器の場合は、まあ、展示とかのことも考えて、まあ、360度どっから見てもちょっと面白いようなデザインにしたいなっていうところで、まあ、表面にも、もちろん楽器としての要素を入れて、裏面にも、まあ、構造美っていうんですかね、今回の、デザインの場合で言うと、まあ、ちょっと歯車を見せたりとか、まあ、中の内部構造っていうんですかね、そういうのをちょっとシースルーで見えるようにしてるっていうのがちょっとしたこだわりになってますね。すごいっすよね。こう歯車の分とかはもう肉抜きというか抜いてあるってことですよね。あ、そうですね、肉抜きですね。うん、で実際に完成したら稼働するという形ですね。変形しますって。え、マジですか？はい、まさにトランスフォームしちゃうっていう。まさにトランスフォームですね。文字だけの変形ギターじゃなくて変形するギターとして出したいなという。わ、すごい、ちょっと飛びすぎてもう想像が追いつかないというか、どこに目線を置いたらいいかどこに集中したらいいかちょっと分からなくなったんですけど、まず一番こう素人目と気になるのは歯車は一体何なんだというそうですね、歯車の部分をに、よくストラップをつけるピンがついてるんですね、はいはい、でそのピンをネックの裏に収納できるようにウィングがこうやって開閉するようになってるんですね。でそのまあ、歯車同士がこうやって連動してその羽が開くようになるっていうんですかね、2本のアームが外側に向いたりとか、あとはヘッドとボディっていうんですかね、上と下からつながってるアーチ状の構造物が右についてると思うんですけど、それも実は折りたためるっていうんですかね、なので小スペース化に特化した小スペースっていうんですか、元があんま大きいんですけど特化したデザイン、はい、かっこよくもなるぞという。すごいですね。すごい。それはキヨさんの YouTube とか Twitter とかでその駆動してるところとか見れてるんですか？そうですね。一応画像として折りたたみ前と折りたたみ後みたいな画像は、はい、掲載してますね。これはぜひ動いてるところが見たいですね。あ、ありがとうございます。もしかするとちょっと近々実際に作ろうかっていう話になりつつあるので、まあ、これもちょっと具現化に向けて今調整してるところですね。はい、あ、じゃあもうこれはもう今原案の状態というか。あ、そうですね、はい、原案の、はい、コンセプトデザインですね。あ、なるほど、あ、貴重ですね、それはそれで。いや、これ現実になったらやばそう。すごい。俺もそうですね。そうですよ、男の子の心をくすぐりまくるやつですよね、これ。そうですね、なかなか変形、実際に変形するギターっていうのは世の中にはほとんどないものだと思うので、うん、まあ、実際ちょっとやってみたいなっていうのは個人的にあったところですね。うわ、これは楽しみ、やばい、どうし、本当に本当に言葉なくしちゃってんじゃん、なんかどういうことなのってなってますですよね、頭がね、間に合ってないっていうかいや、じゃあちょっとこの後は一問一答コーナーということでね、いろいろ企業さんに聞きながらね、お話を深掘っていきたいと思います。作品紹介はこちらでおしまいとさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ラプラボー Facebook 広告のですね、出稿代行サービスっていうのをちょっとやっていきたいと思うんですけれども、普通に文章と、あとまあ必要であれば写真、はい、とか、まあ、あと動画も載せれるので、専用のツールがあるので、ジャンルだったりとかそういうのをいろいろ絞ったりできるんですね。でさらに自分の友達だけに出すとか。ではでは、続いてはこちらになります。ちなみちゃん、タイトルコールお願いします。はい、新コーナー、ラフッと一問一答ということでですね、今回このちょっと前回からなんですけども、新コーナーとしてラクラボ一問一答ということで、ゲストの方に一問一答でお答えいただいて、でその後気になるところをちょっと僕たちが深掘りをしていこうというコーナーとなっております。はい、ではそうですね、そして一問一答にお答えいただいた後に、その中から私が気になったことを深掘りしていこうと思います、うん、ということで早速ですが質問をしていきます。大丈夫でしょうか？はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。では一問一答スタート。
ギターやベースで一番好きな部分はどこ？はい、裏面ですね。裏面？はい、はい、背面です、はい。制作中で一番楽しい時はどんな時？そうですね、やはりデザインが実際具現化するところや、まあ、3次元のイメージになるっていうところですかね。制作時に苦労したことはありますか？苦労しかないですね。セオリー通りにできないものなので、はい、なるほど。思い出深い作品は？思い出深い作品は、1枚目の青色のヴィーナスというギターの作品ですね。初めて公に出した作品になります。では職業病的なことはありますか？そうですね、まあ、職業病だと、まあ、そういう構造とかを見てるといろいろ考察しちゃうところですかね、はい。それでは好きな場所はどこですか？そうですね、好きな場所は、まあ、自然が溢れるところと、あとは楽器工房ですかね。やっぱり木の香りを嗅いでるとなんか生きてる感じがします。スキルを一つ与えられるとしたら何が欲しいですか？創作制作的な意味で。あ、そうですね、スキル的に欲しいのは、今手書きでとかパソコン上でデザインをやってるんですけれど、実際にまあ加工したりとかギターを制作するっていうことができないので、はい、制作のスキルも欲しいなって思います。それでは趣味や気晴らしは何ですか？そうですね、まあ散歩をしてる時ですかね。だいたい散歩から帰ってくる時には新しいデザインが一個思い浮かんでる時があるので、はい。それでは最後、自分を褒めてください。そうですね、やっぱり発想力がレベチですかね、はい。はー、違いない、ありがとうございました。それでは、ね、ですね、いろいろ聞きたいことは、うんうん、一応一つ目のギターやベースで一番好きな場所、後ろ側なんですね。そうですね、だいたいいいギターとかベースっていうのはもちろん表面でも分かるんですけど、だいたいその裏面のこだわりっていうんですかね、あんまりその人が見ないところをどういう感じで処理してるかっていうのを見ると、あ、これはすごいいい楽器だなとか、そういうところになります。それはやっぱデザイン的な意味ですか？デザイナーのみたいな。そうですね、まあデザイン的なところと、あとはまあ制作の、まあ、精度っていうんですかね、そういったところに、はい、出てくるかな。見えないところに出る。そうですね、やっぱり見えないところをいかにこだわるかっていうのが、こういう、そうですね、醍醐味かなっていう思ってます。しきさんとか気になったところありますか？僕ですか？僕は制作時に苦労したことはあるっていうところで、セオリー通りいかないっていう、そうです、やっぱそうなんだなと思いますよね。そうですね、結構まあギターがまあ1900年代からまあバーっと制作してきていて、まあ大体形とか作り方っていうのはもう大体セオリーとか定石っていうのはもうほぼ決まりきったようなものとなってるんですね。でただちょっと私の作る楽器の場合ですと、まあ、そこにちょっと当てはまらない部分が多々出てくるというところで、まあ、そういったところを、まあ、その職人さんと自分の方で、まあ、どこまで生きるかっていう、まあ、バランスを取り合うっていうのが結構大変だったりしますね。そこですよね、他者と作るっていう、共同して作らなきゃいけないわけですもんね。あ、そうですね、自分のイメージの中では作れると思っていても、職人さんのイメージの中ではこれはまあ音的にちょっと微妙かもしれないとか、構造上ちょっと不安定なところになって出てきてしまうっていうところの、やっぱり助言も結構いただくので、そういうところをまあ修正してこうするああするっていうのを決めたりしてます、ね。なるほど。どこまでこんなこと聞いていいのかあれなんですけど、職人さんとの関係ってどう、なんか悪くなったりもするんですかね。今はもう良好ですね。やっぱり自分の周りに集まってくる職人さんたちっていうのが結構そのチャレンジャーな方がすごく多いですね。こういうちょっと変わったこととか、チャレンジしがいのあることっていうんですかね、誰も答えが分かんないものをやりたがる人が結構多い気がしているので、まあそういったところの波長はすごく自分と合うなっていうところで、いろいろ試行錯誤しているというところですね。じゃあもうお互いがこうやっぱ向上していくっていうことですね。一緒に仕事することによって。あ、そうですね、まさにそういう感じの関係性ですね。すごいすごいいい人間関係をお持ちというか、人脈をお持ちというか、なんかこんな無理難題言ったらなんか怒られそうとか、ちょっとなんかそうですね、結構まあ
最初はビビってたところはあるんですけれど、うん、まあ、その国内の工房さんしかり、特に海外の人とかもう本当にもうガツガツやっていくような人が結構多いことが多かったので、うん、まあそうですね、こういうところも自分の発想をさらに超えていくような感じで逆提案を打ったりとか、そうですね、逆に驚かされるものもあったりしますね。すごい、やっじゃあ本当に切磋琢磨しながら、ね、できていくってことですよね、お互いに最後は、まあ、うん、お互いの技術力とかそういう発想力っていうのは、うん、ある程度上の方向に向かっていけばいいなっていうところで、そうですよね、そうですね、やってますね。だからこそ生まれる作品なんですね、これが。はい、ね、ちょっともう一つお聞きしたいんですけども、スキルを一つ与えられるとしたら何が欲しいというところで、はい、木工技術といいますか、実際に自分でギターを作ってみたいっていう、はい、ところだったんですけれども、やっぱこうデザインだけじゃなく最終的にはもう一人でちょっと作ってみたいなっていう夢というか願望はあるんですね。そうですね、小学校の時に図画工作っていう多分授業があったかと思うんですけど、うん、大好きだったんですね、それが。もうずっと昔から物を作るっていうんですね、ペーパークラフトも結構いろいろやってたりもした時期があったので、はい、まあ、自分で手を動かすっていうのがかなり得意だったので、まあ、ギターもゆくゆくはやってみたいっていうところなんですけど、何せはまあ、機材っていうんですかね、工作機がかなり大型なものだったりとか、うん、かなり初期設備が結構準備するのが大変だったり、まあ、場所とか騒音の関係もあるので、うん、なかなかそうですね、そういう環境をまず作り出すことからやっていかないなといけないなっていう。そうですよね、なんか職人さんのところに弟子入りみたいなのとかも考えたりするんですか？うん、あ、そうですね、今は全然別の業界っていうんですかね、普通にサラリーマンで建設業でやってるんですけれど、まあそうですね、ゆくゆくはまあいろんなことを知りたいっていうこともあるので、うん、まあ、そういったところもちょっとした検討ではあります、ね、うん、やっぱ生でその職人さんの技とか見たら、またそれこそデザイナーとしての考え方も変わっていくかもしれないですしね。あ、そうですね、やっぱり工房に遊びに行って、まあ、実際作業されてるところをまあ拝見して、うん、まあ、そういうのを見るとやっぱ思いますね。まあ、こういうのやりたいなって、やりたくなっちゃう。なるほどなるほど、そうですね、あ、いいな、確かに、あ、そうなんですね、楽しそう、なんかすごい楽しそうすごい夢がどんどん実現していって、さらにその夢をさらに自分でって、ね、もう本当どんどんどこまでもいけちゃうというか、ね、どこまでもいける気持ちもすごいし、うんうんうん、楽しそう。ね、じゃあ、キヨさんこと今後とも、ちょっとかっこいい男の子の心をくすぐる。またはね、ちなみにちなみにこう、ギターにこう、興味がないっていう言い方ですけど、ちょっとわからないっていう方にも、引きつけるようなね、かっこいいギターを作っていただけたらなと思います。一問一答のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、したラフラボー。ちょっとかっこよかったですね。いや、ちょっと、かっこはつけなくてもいいので。なんかやっぱりその人のキャラというか、そうですね、で、そして最後にキヨさんからご案内をお願いします。ちょっとまあこういう状況もあってはなかなか展示とか直近のライブっていうのはないんですけれど、今その中で楽器を作っていたりデザインしているものが結構ありまして、まあ、それをちょっと来年あたりにですね、皆さんの方に皆さんでも弾けるような楽器っていうのをちょっと用意しようかなっていうふうに思っているところです。楽しみいやもうそんな弦の本数は少し少なめに、はい、抑えめに公開しておきます。控えめにしたやつで、はい、弾ける感じでこちらが弾ける感じで、徐々に増やしていってもらえればいいな。なるほど。入り口は普通で、気づいたらあれ11弦になってるみたいな。そんな感じです。気づいたら11弦になるように、まあ来年はちょっと導入編というところで、準備の方を進めているところです、はい。じゃあ我々もね、キヨさんの受注にはまっていくかもしれないので、こう期待ということで、楽しみにさせていただきます。いや、楽しみにしてます。皆さんもぜひチェックしてくださいね。はい。では僕たちからも告知をさせていただきたいと思います。じゃあ、ちゃみちゃんからどうぞ。はい、私北本ちなみは、油絵を、メインに活動しています。SNS、Twitter、Instagram やってますので、ぜひ見ていってください。よろしくお願いします。はい、
じゃあ僕はもう告知させていただきます。僕はですねツイッターを主に SNS で運用しておりまして、僕のツイッターのいいねとかリツイートとかを見ると、僕の自分のイベントも多いんですけれども、いろんなアーティストさんの情報とか見えるかなと思いますので、ぜひぜひフォローチェックお願いいたします。それでは最後の最後となりました、キヨさんにお聞きしたいんですけれども、今後の目標を教えてください。はい、今後の目標は、自分のデザインした弦楽器で、その楽器をやっている人や全く楽器を知らない人にも楽しんでもらえるような、そういったあの、空間とか場を提供していきたいなっていうところを目標に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。総力レベチなキヨさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストは特殊弦楽器デザイナーのキヨさんでした。それでは次回もラフラボを見てくださいね。高評価、チャンネル登録もお願いします。それではバイバイ。バイバイ。バイバイ。